いや、今回お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、ではですね、今回ファスティング3日間ですね、はい、チャレンジしていただいて、まあ、結構体調子良くなったということで、はい、の感想を聞かせていただければと思います、はいはい、まずはじめにですね、まあ、ファスティングをされる前ですね、どんなお悩みがあったんですか？結構体が疲れやすかったりとか、はい、あとはちょっと食べ過ぎちゃったりとかすると、はい、すぐやっぱ体重が増えたりとか、そういうのが一番やっぱりこう悩みというか感じてましたね、はい、でもまだねお若いですけど、はい、ここ何年くらいですか、その疲れやすくなったとか太りやすくなったっていうのは。そうですね、 2,3 年ぐらい前ぐらいですかね、感じ始めたのは。はい、それまではこう何も気にしなくてもそんなにこう、ね、疲れたりとか体重が増えたりっていうことはなかったと思うんですけど、最近まあここ 2,3 年そういったお悩みがあったっていうことですよね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そのお悩みを解決されるためにご自身では何をされてきましたか？寝る前にまあちょこちょこストレッチしたりとか、はい、あとはまあ時間あるときにちょっと走ったりとかを、はい、してたぐらいですかね。はい、まあ、ご自身でちょっとこう気をつけられてたっていうことはあったんですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、それを行うとどんな効果がありましたか？まあ、やっぱりストレッチやった後とか、はい、走った後とかはまあやっぱ体重減ったりとか、はい、ちょっとすっきりした感じは、うん、出たんですけど、はい、やっぱり続けないとすぐこう体が元の状態に戻っちゃうというか、また太りやすかったりとか疲れやすいのが、まあそうですね、出てましたね。はい、まあ、そうですね、運動だったりストレッチっていうのも疲れを取ったりとかですね、こう減量効果っていうところでは効果的だとは思うんですけど、やっぱりそれだけじゃなくてですね、実際その食べたもので体ができてるんですよっていうことを説明させていただいたかと思うんですけど、やっぱり食べるもので食べるものの前にですね、まあ、食べたものをしっかり吸収できたりとか、うん、悪いものをしっかり出せるっていう体の環境ですよね、はい、それがないとやはりこのその土台がないと何も始まらないので、うん、はいはい、そういったところで、まあ、ファスティングチャレンジしてみましょうっていうふうに提案させていただいたと思います。はい、はい、まあ、それでファスティングしていただいたんですけども、効果はいかがでしたか？そうですね、最初1日2日目ぐらいはちょっとやっぱお腹が減ったりとかあったんですけど、はい、まあ、自分3日やらせてもらったんですけど、はい、やっぱ3日目から結構体がやっぱりすっきりした感じがして、うん、そうです、あんま、まあ、本当で全然食べなくても、はい、まあ、仕事とかも全然普通にできますし、やっぱり結構調子がその辺からすごい良くなってきました、ね、はい、そうですね、まあ、1日目2日目は多少空腹感は出るんですけど、はい、ドリンク飲んでいただくと、そうですね、はい、すぐ収まりますよね、はいはいはい、なのでこまめにこうドリンク取っていただいて、まあ、脳を騙すっていう形にはなるんですけど、はい、まあ、3日目は本当脂肪燃焼が始まるので、まあ、脂肪燃焼のケトン体ですね、はい、ケトン体ってものが脳のエネルギーにもなるので結構もう空腹感飛びますよね。はい、飛びましたね、はい、まあ、すっきり感というか体も頭もこうすっきり感っていうのは、うん、はい、自覚されたかと思います、はいはい、実際に体重っていうのはどのくらい落ちたんですか？体重は、3日でやっぱ約3キロぐらいは、はい、落ちました、はい、そうですね、はい、まあ、平均的にだいたい3キロくらい皆さん落ちますね。体脂肪とかって分かられました？体脂肪は、体脂肪も 3% ぐらいそうです、 3,4 ぐらいは、はい、いいですね、はい、落ちました、はい、まあ、本当、ね、どれだけこう一生懸命運動されたりとかしても3キロ 3% ってなかなかこう落とすのって大変ですけど、ファスティングだとストンと落ちちゃいますよね。はい、ありがとうございます。まあ、そういったところで他の健康法っていろいろあると思うんですけども、ファスティングと他の健康法ってどっか違うところってありましたか？結構今まではそうですね、やっぱなんかテレビでいいとか、はい、やっぱ健康これがいいですよみたいのを結構積極的には取ってたんですけど、はい、やっぱりファスティングって全然真逆の考えで、はい、やっぱりまあそのデトックスだったりとか、はい、あとはやっぱりその、ま、プラスやっぱりダイエット効果がついてくるので、はい、やっぱりその辺はやっぱりそのなんていうんですかね、真逆の考えというか、はいはい、それはすごい良かったと思いますね、はい、そうですね、なかなかダイエットとデトックスが一緒になるっていうものって意外と少なかったりするんですよね、はいはい、ダイエットって健康を損なうやり方って結構たくさんあるんですけど、はいはい、ファスティングってもともとダイエットっていうよりも体を健康にするための方法で
結果的にダイエット効果もありますよっていうところですので、まあ、確かにテレビでやってるような健康にいいものですね、それもいいと思うんですけど、はい、それをこう最大限に発揮するためにまずファスティングでデトックスしてですね、はいはい、体の土台を作って体にいいものを取ってあげるともっともっとこういい状態が維持できるというところなので、はい、まあ、そのいいことはそのまま続けていただいて、はい、まあ、ファスティングも定期的にやっていただくと、ね、いうことが、はいはい、大事になると思います、はいはい、ではですね、まあ、同じようなお悩みですね、疲れやすかったりとか、まあ、体重がなかなか最近こう落ちないとかですね、そういったお悩みがある方に対してですね、メッセージをお願いします。そうですね、まあ、自分も結構最初はやっぱりすごい食べないことに対してやっぱすごい怖さというかやっぱすごい不安があったんですけど、うん、はい、まあ、結構やっぱ一回やってみるとなんかまあこんな、なんていうんですかね、空腹感もそんなにすごい強く出なかったですし、はい、やっぱりすごい効果がやっぱそのすっきりする感じがすごいやっぱ体で分かったので、はい、うん、やっぱりまずはやっぱ一回試してみると、はい、うん、やっぱり分かりやすいのかなとすごい思いましたね、はいはい、そうですね、はい、まあ、今回3日間、3日目でやっと脂肪燃焼が始まったっていうところなので、はい、まあ、次回5日間でもですね、3日以降はもう同じスッキリ感がずっと続いていくので、はい、ぜひチャレンジしていただくといいと思います、はいはい、では今回はありがとうございました。